甘い系あった。そのワッフルの売り上げがそのままの娘さんのお小遣い。またまたその作戦。娘さんに課金する。ワッフルと娘さんに課金する。なんかすげえパワーワード。娘さんに課金する。そのパワーワード。予約しに行かなきゃ。いいなそれ。期間限定やらないって言うたでさ、限定の商品やらないってツイッターでさ、カテリアが言っとたでさ、ないのかと思ったのにさ、あんじゃねえかこの野郎。いちごワッフル。デザートに買わなきゃ。じゃあ次レーン前に。後ろから打つで。はい。ここ剥がれとる。マジか。さすがに打たないよ。めっちゃなんか冗談してんで。てか撃たれてん？最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。